シーと、C、パワーが争われる時代へとはい次、はいえー、このミストがですね、あのーまあ、ちょっと前なんですけどい,いいことを言ってるなという記事があったので皆さんにご紹介したいなと思ったんですよ、うん、というのはですね、えー、我々その なんですか今、海の時代なんですよね、地政、はいはい、学でいうところのマッキンダーさんですよ、うん、あの方は、ですね、あのー、今の世界はこれからランドパワーになるんじゃないかってことを100年ぐらい前に予測してたんですけど、うん、それがずっと外れて、今、西洋はいまだにシーパワーの海が優位な時代がずっと続いていて、そこで、えー、海の覇権を握っているのが、まあ、アメリカだという状況じゃないですか、はいうん、特に冷戦後、1991年後に、ですね、うんえー、それからアメリカの一極時代っていうのは続きました。そ、うん、それはなんでその一極時代が続いて っいたかっていうと海をアメリカがやっぱり管理してたからなんですよ、うん、派遣と、はいで。そういうことはこれ、まあ、シーパワーロンというか、地政学的なことやってると出てくる意見ではあるんですけど、うんうん、ここにおいて、ですね今あの、この記事の中で、ですね、えー、こういうことが言われてるんですよ、海が争われるようになったよねという話なんですよね、うん、指摘されてて、確かにその通りだなと思うのがです、ね、これなんですよ、今、海が、うん、というか、海の通り道も含めてなんですけど、 争これあの、ここ30年間、それほど問題にはならなかった、まあ、一部ね、ホルムズ海峡でた,たまにイランが、うん、あのちょっと封鎖するぞなんて脅したりみたいなちょっとありましたけど、はい、あと海賊対象でね、あのジプチの沖とか、まあ、言ってましたけど、基本的に、 それほど大きな問題にはならなかったのに、今回は経済も脅かすぐらいのですね、えー、大きな動きになっているということを指摘しているんですが、例えば、まあえー、の全部で彼、言ってるのがですね1、2、3、4、5個の例みたいなんですけど、はいえー、一つ目がですね後悔、航海はい、これ、先週もちょっとやりましたけど、うん、あの風車、武装勢力がですね、はい、ドローンやミサイルで、えー、船を攻撃してるこれね、うんまあ、簡単に言うと、誰でもできちゃう。 ようなな感じにっっっちゃたてとこです安く安くできちゃってるわけですね今までは大きな船を攻撃するなんてなかなかできなかったのにそこそこ金持ったっていうか小金持ちだったらできるみたいな小金持ちというかいや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 いういやいやだからテロリストが持っちゃって大国の。 船に手を出すことができるなっちゃったなっちゃったそれ一点目ですね。それとやっぱミサイル、特にまあイラン製のものなんですけど、まあイラン製だと言われてるまあ弾道ミサイルが、これ何回もあの指摘しましたけど、対艦弾道ミサイルですね。あれで船を撃つっていう状況が今回初めて歴史上初めてやりましたし、まあそういう形でミサイルで船舶攻撃してあそこ通れなくなる。え今ほとんど8割ぐらいの 貨物船が全部、うんえー、まあち、まあ、こっちの方から来る、アジアの方から来るやつ、はい、全部、まあ、IKEA のそういう家具のやつなんかも含めて、ですね。希望方。希望方周りで、アフリカ周りで行って、ベンツとかもね、フェラーリとかも、もうあそこ通らないで回ってくるから、値段上がっちゃうんじゃないですか。もうその通りだと思いますよ えー、ザビエルの時代になっちゃったっ、<laughs> そうですね、非航海が通れないっていう、はい、でこれがあのまさにそういう状況が起こってる中で、アメリカが、まあ、これ昨日、日一昨おとといぐらいです、ね、の時点で、すでに5回目の攻撃も仕掛けておりましたし、うん、あのアメリカはやっぱりここは守るっていう意思を、強い意思を出したのを僕は評価できるところかなと、うん、もう一つが、ですね、まあ、スウエズ運河、まあ、その上の方ですね、はい、コンテナの航行量90、90%今、削減されちゃってる状況じゃないですか。うんはい、まあここはちょっと 繋がってますよねそれと黒海、まあ、これはウクライナへのロシアの侵攻が始まった2022、はい、年の初めぐらいから、もうずっと同じ状況続いてますけど、クリミア半島から今、ロシア海軍追い出しとかって、うん、あの狭い、狭いというか、内海の部分で、ねえー、ロシアとウクライナが結構その、えー、戦いをずっとしてるという状況ですね、うんはい、あそこの覇権を巡って。で次バルルト海と北海ととこちらはパイイプラインとケーブルの 破壊工作みたいなのが続けられてるという。うねまあ、これは結局、はい、まああの天然ガスの方はもう。 あの移動しないってそうですね、はい、ドイツにつながってたやつとか、まさに今回はです、ね、台湾海峡じゃないですか、すで、うんまあ、にケーブルの破壊工作っていうのは、すでに金門島とかの,あの辺の小さい島に対しては、中国側がやられるという疑いがありますし、えー、実際にわれわれも今回、まあ、取材してきて、あまり台湾の現地の人たちはまあ感じてなかったんですけど、いわゆる台湾侵攻、はいまあ、つまり台湾有事の可能性みたいなのを取り沙たされると、はいうん、海がやっぱり大事になって くるよねと、うん、海そのものがあの政界権みたいなものが、えー、シーコントロールですねそういうものが、うん、えっと争われるような状態にななりつつあるのは、うん、僕はやっぱりアメリカの力がやっぱ落ちてるからかなっていうのはそうですね考えざるを得ないんですよ地政、ね、学番組っぽいですね <laughs> その通りじゃないですか海で決まると海で決まります海で決まります海が大事なんだとそうで結局でそういうことを言ってたのはすいません二十六日一帯一路どうしたんだと 今回、だからやっぱり中国側がこんだけそこの海の派遣の方に出てこないっていうのが、うん、まあ中国が目,目の付けどころが弱いのかなっていう感じはします。うんうん けどねはい、でここに出てる人、いらっしゃいますね、お二人の方、シーパワーと聞いたときに、シーパワーローンといえばこの二人ということは、すで、うん、に皆さんもご存知かもしれません、うん、マハンとコーベット、まあ、コーベットというのは同じ、あとマハンさんはこちら、えー、南北戦争時代に頃に生まれて、生まれたのは1840年か、だから南北戦争より前ですね、1840年に生まれて、1914年に亡くなったアメリカの。 海軍の人ですお父さんは、うん、あの陸軍の人なんですけど、はい、海軍の方です。で、この方がいわゆるシーパーロンというものを唱えて、うんえー、やっぱり大国、まあ、イギリスの彼は念頭に置いてるんですけど、はい、イギリスみたいに世界覇権を握るためには、アメリカは、かっこアメリカはですよ、アメリカは世界の海を制さない、うん制 制するこその片やコーベットっていのは、これ、イギリスの方なんですけど、1920年ぐらいに首相を出しましてですね、うんうんで、イギリス海軍に向かって、いや、もちろんあのイギリス海軍がその世界覇権握るのは大事なんだけど、うん、まあそれより海軍ってさあの、陸戦のためのものじゃなんじゃない、うん、みたいなことを言って、海軍から。 ソース感を食らってた人なんですけど、うん、この方の理論、正解そのものよりも、まず陸戦が大事じゃないですかっていうコーベットと、いやいやいや、海の基本大事でしょっていうマハン、で、今、この1990年以降って、マハンさんのことは無視できる時代だったんですよ、うん、アメリカはだってもうマハン、マハンの究極の理想を達成しちゃってたから、うん、今、いいですよね、じゃあ、コーベットの方がやっぱ大事じゃない、じゃあな、海のほう、海を使ってどうするかっていう議論をしてたのが、90年代から2000年代初めで、うん、る今回はでも、これがまさにこういう状況が起こってきたので、 むしろ今マハンにもう一回熱い目があ要するに海を取られたから、うん、海を制してたら、うん、マハンって言わなかったんだけどそうです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 ですよとそういうとですいうこところに来たとそういうことです、ね、基本を思いうこといこと問題は本当に中国が、うん、今これとね10年ぐらい前の中国に留学されてた方に僕聞いたんですけど、うん、中国の南京大学かな中国の大学で今マハン読まされるらしいですよ マジだから中国はやっぱりそういう人材として海を制するっていうものを派遣を取りに行くんだからそしたらやっぱ海取らなきゃいけないよねっていうふうに教えてたそうです教えてるけど、うん、まだまだ <laughs> 一帯一路って何って言ってまあ,まあ,あれは両方取るってことだったんですけどすだからまだそういう意味では中国って、うん、その船とかの能力はあるはずなのに、うん、まだ海を取ろうっていうところに来てない。 はい。でじゃあ,あの本当にピンチになってる後悔とかあるじゃないですか。うんはい、ランドパワーの癖が抜けないんじゃないですか。そういうことだと思います。中国がまだまだね。はい、ね。はい、でそういうことでまあとにかく僕が言いたいのはそのこのマハンの時代がもう一回戻ってきたというかマハンが議論される時代が戻ってきたのは。うん うんなんかあんまりアメリカにとってというか、世界覇権というか、世界秩序にとってよくないなということを本当に実感するところでございますこのマハンとかコーベットに関してです、ね、もう少し詳しく知りたい方はです、ねえー、ぜひこれ、あのえー、僕がです、ねえー、某機関で教えてる教科書として使ってる、テキストとして使ってるものもありますので、はい、いやあそうですね、これあの、大学でも、大学院でもこれ、僕、ちょっと使って教えてます、うんえー、こちらの方も参考にしていただければ、うん、1> 第1章で C パワーの話がありますので、うんはい、詳しく知りたい方はこちらと。 ということです、はいうん、ただ、えーとね、僕自身は、ですねこれ、なんていうんですかね、あのー、海っていうものってやっぱ公共財じゃないですか、はい、海という公共財に対して、やっぱりねあの、いろんなところ、これ、すみません、これかなりミクロの話に、今、話戻したんですけど、分かりやすい例で、だから日本にもね、こういう風刺派みたいなやつがいるっていう話をちょっとさせていただきたいんですよ、うん、風刺派、はいあの、風刺派って何をしてるかというと、うん、その、 航海という、えー、レッドシーというところ行動、はい、じゃないですか、うん、そこに邪魔してるわけですよね、はい、日本にもねこういうミクロなレベルで、うんえー、これ僕たまたま通りがかった時にこれ見かけてびっくりした横浜のある場所なんですけど行動、はいうん、にカラーコンを敷いてて店出してる店があるんですよ、はい、これ違法でしょこれいや本当は違法なんですけど、えー、もうあの商いが、えー、歩道中心に成り立ってるって っていう八百屋とかもあるじゃない。いや八百屋が入ってる。いやこれね歩道じゃなくて歩道に出ちゃってるんですよ。そういうことやってるの。日本ちょっとねその辺グレーゾーンでやってるんですよ。グレーゾーンでやってる。僕がちょっと嫌だなと思うのはあの車庫照明それ殺すなよっていうような。 車がちょっと歩道に出てる。駐車場。あります。あります。ありますね。ちょっと見、見づらい場合があるんですよ。車から出ようと思ったら。はいはい。ちょっとこう、車がでかくて。入り込み。もう、ちょっとはみ出てるんですよ。歩道に。ありますね。はい。日本って、ちょっとこう。 車大通りに出るときに邪魔になってる車とかもあるんですけど、うん、だからこのシーパワーの問題って、うん、じゃあ誰が結局海を管理してるのかってなったら、究極言えばやっぱアメリカだっていう話じゃないですか、日本の場合はこれ海の、海の結局、その陸を、あの陸というか、道路のまあ安全を管理してるんだろうかって、やっぱ警察になるっていう、はい、まあそういう意味での世界の警察官っていうところの意識をですね、うん、出すために、まあ、わかりやすくちょっと今、先ほどの用品店の話を出しましたけど、はい、そういう状況なんですよ。つまり中国はじゃあ南シナ海で 何やっっててるんでですすかカラーコーンを引いちゃってる感じですね行動に対してプロビングじゃないですかあまあまあ一,一緒のプロビングです、はい、まあプロビングに関してはまたちょっと別の,の枠組みで話したいんですけど、はい、まあそういうこれあの簡単なその一つの例ですけどまあこういうことが行われていてどん,どんどん道路に出ちゃって店ありますからね結構ありますよ <laughs> それあの高知では結構見かけるんですか <laughs> いや高知じゃなくてじゃなくて東京とかでも全然あるじゃないでしょ僕あんま見かけたことないけどなあとすごいのは、うんはい、カフェとかが、うん、あの。 道路の前に300円で泊まれる駐車場あるじゃないですか道路に上にある300円で泊まれる普通の公共のあそこにコーン置いてるのあるんですよで自分とこのお客が来たら「ここ止めて」って赤いコーンをどけてて自分とこの私物化ですねそれは私物化してるそれは 南米あここ中国みたいなことやって全然やってるとことかもありますよ本当にそうダメだなそれはそうあのそういう風にあの専有してるとこなんかも全然ありますだから今回はそういうものに対してアメリカがそのこカラーコンとかせセットいったっていうことであると理解していただければわかりやすいかなということでございますはいシーパーの話ですねはい